心は一つ。はい、ただいま大泉学園駅前ですね。はい、はい、1年半前に、我が家自宅から竜王ラドン温泉、大好きな温泉ですね、はい、に歩いていこうって言って、はい、歩き始めました、はい、1日で源さんの腰が砕けて、はい、断念しました、はい、でその1年半前の続きを今日やりましょうと、はい、一応大泉学園駅前までは歩いたので頑張って、はい、18キロぐらい、うん、だから今日はこっから立川まで歩きましょうと、はい、ただ源さん昨日2時に起きたので夜中の、はい、もうすでにタフマン飲んでもタフになれない状態ですね、はい、では今朝の11時ぐらい、はい、11時、はい、出発、11時ちょうどですね、はい、はい、出発、はい、まずは道係の源さんが道を確認しています、はい、まだちょっと危険な道が残っています。じゃあ今ちょっと不機嫌なんでね、不機嫌でね不機嫌じゃないよ撮ってんじゃねえよ。なんで不機嫌なんだろうね。あ、なんでだろうね。違う、さっき駅でテンション上げ上げで話してたらボツになったからだ人が映ったとかプラス源ちゃんが頑張って道係やってるのに私が先に歩くから、そうそう、前行くから、そう、もう面倒くさいからあっち左右とかでも後ろついてくればいいだそうです。さあ、ではだいぶ機嫌も良くなった源さんに改めて旅の意気込みなど、なんでそう機嫌が良くなったと言い切れるんですかお昼ご飯の話とかしたから。携帯持ってるね。うん、持ってる。いつもなくすからね。録画してるの今録画してるだってこの道がさ、法屋の道がさ、うん、こんな狭くて人通り多くて自転車もバンバン通っててさ、うん、車も今はいないけどバンバン普通来るじゃん。そうね、しかもバスも来るじゃん。すごいよ ね。はいよ、渡る。あんまり車がいない道もずらし、こうやって電柱も出っ張ってるんだね。来た来た、バスバス。これはもう、あ、歩道、イエーイ。なんかあんなに歩道がなかったのにこんなに広い歩道が出てきた。不思議ですね。車道に、車道より広いよね。車道に分けてあげたいぐらい。林さんの機嫌も治りましたよ。まあね。お昼ご飯も食べて、いい感じで。そう。そうなんですよ。何を言えばいいんだ。はい、キムさん、さっきカバンがすごく重くなったそうで。いやいや、そんなでもないですよ。そんなでもないですか。うん、なんかカレー4袋。いやなんか立ち寄ったローソンでね、なんか無印のものがいっぱい売ってて、はい、うちの近くの無印のお店よりもカレーの種類が多かったもう食べたいと思って。これから18キロあるからもう看板めっちゃ重いのよ。いやいや、そんなでもない、そんなでもない。やっぱ星ヒューマンみたいにやっぱこうちょっとね、重みを増して背筋鍛えないと、腹筋背筋鍛えないとですよ。はいはい、ファイトファイト。まだあれだね、うん、4キロ 4,5 キロぐらいしかまだ歩いてないけど、はい、順調に歩いてますよ、はい、よ道がかり源さんのお仕事中。よいしょ、 OK、 このまま、はい、10分、はい、10分横になるけどまっすぐ行こう。まっすぐ、はい、それが一番わかりやすい。はいよ。今、田無駅を過ぎた。はい。花小金井ですね。花小金井っていう駅があるのかな、はい、大泉学園駅から、まあ休憩しながら歩いてます。今日はね、すっごい歩きやすいよね。はい。すごい歩きやすいよね。うん、そうそうそう。天気が曇り。
そして暑くない、うん、8月とか夏に歩くもんじゃないっていうね。私たちはあの甲子園とか、伊勢に向かって自宅から前歩いて、その時がね、1年目と2年目が真夏8月1日からとか歩いたわけですよ。もうねアホですね、アホはい、それに比べたらもう今日は最高ですね。はい、でゲンさん、なんかゲンちゃんここら辺に住んでたんでしょ前。昔ね、そう住んでて、ここ自転車でたまに通ったり。ああ、この道ね、これ青梅街道だっけ。青梅街道いいね。もうちょっとしたらちょっと思い出の場所があるので、そこでまたご案内します。はい、隠し撮りですかそう私は幸せだよ。幸せですちょっとバテてきたね。はいバテました。でもね、7、8キロ歩いてるから今。まあね、まあバテてもいいことだよね。まあね、うんはい、その昔ここはあの小平市の水道局だったんですねで僕はあの電気ガスはもういつも止まってたんですけど、水道も5、6回ぐらい止められて水道6回ってすごくない？そう、でも電気ガスは止められても大丈夫なんだけど、水道は止められたらもう一日も生活できないからここに払いに来てたんですよ自転車乗ってで、ここから移転したんですよね水道局。でもそこの移転したところにも何度か行ったもうね、水道はなかなか止まらないの。あの止まります、もう絶対止まりますって言って最終警告みたいなのが来るのね、うん、でもその最終警告が来たら止まる、うん、あもうでその最終警告が、うん、もう5回ぐらい来たことがあると。6回かなでやっぱトイレが流れない、 水も出ない、もうね生活できないんですよねだからここはあの最もう最後にどうしようもない時に来るあの場所だったんでしたなんか懐かしい。止まんないよね。そう。その頃はだから持ってた CD とか売ったり。一人暮らしの頃？そう。もうだから本当に本当にギリギリでしたね。家賃も最大9ヶ月滞納させてもらって。ね、自慢話のように、ね。自慢話みたいに。なんかこうドヤ顔で言う話。水道局。ある。ある。あ、じゃあ移転したとこからこっちに来たのかな。かな、どうなんだろう。引っ越した先で行ったんだ、うん、じゃあ。あ、っていうことかな。じゃあもうここ水道局。ここだ。あら懐かしいな。なんか源さん誇らしげな、嬉しそうななんか。ここですよ。あった。あ。あ。あ。道の様子はね。なるほど。時々は。ひたすらですよ。歩道広くなった、急に。歩きやすい。はい。いやー。なんか安心、安心。夕日だ。あ、本当だ。夕日。シャキーン。じゃん。あと 8.4 キロ。はい、あと 8.4 キロ。今3時半ぐらいだっけ。はい、なんか余裕な感じって今言ってたね。なんか小数点が現れるとわあもうすぐなんだなって思うよね。うん、ね、10キロ以上だとさ、あと10、うん、11とか12とか、うんうん、高野さんは頑張ったね、うん、まあまだだけどまだ8キロぐらいも歩かなきゃいけない引き続き頑張ろう、はい、あとさっきなんかあの、はい、思い出の道がまたあったんだよね。はい、警官に追い詰められた別に悪いこと何もしてないんだけど自転車乗ってて、うん、そこの自転車止まりなさいって言われて、うん、なんか偉そうだから止まらなかった自転車止まれって言われてもう絶対止まるもんかと思ってギャーって自転車で入った細い道で、ね、細い道で一方通行だから、うん、逆に入ってこないだろうと思ったら、うん、ファン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 って
で入ってきた。もう車来て4人ぐらいの警官がこんばんはって、で盗難自転車かと思われて、でも全然なんで来なかったか、なんで逃げたんですか、なんか泊まれって言われたから泊まりたくなかったんですよ言って、そう思い出の道だったね。若い頃もちろん20年以上前ですよ結構いろいろやってますね。まあ若気の至りですねいやでもまあ失礼な話ですよね。まあそうね、こんな雰囲気のいいでもね、今では好感度ナンバーワンのピアニスト、自転車で何度止められたかだからやっぱ怪しいんだろうね特にピンクの自転車とか乗ってたりしてたからねその自転車君のですかっつって何度囲まれたかで、そのピンクの自転車はゲンさんの自転車なの、ね、そう、もちろん自分で選んでゲンちゃん何気にピンクとか好きだもんね。そう、ピンク好きだからねそう最高です。はい、なんか今ゲンさんがよく年賀状を書いていたデニーズがあったりとかね、はい、ゲンさんの思い出をたどる道みたいになってるけど別にそういうわけじゃなくてたまたまやそうたまたまですたまたまなんです。たまたまなんです。またちょっと狭めの道になりますが日が暮れてきます。今日は基本ゲンさん前、はい、私が後ろ、はい、ねまっすぐ行って20分ぐらい行ったらけんちゃんがもともと住んでいたお家やっぱり懐かしの懐かし道だね。ここら辺は自転車でよくカッポしていたと。そうですね、カッポであっても滑走してた。滑走ね、うん、カッポしてんのは今だねそう、カッポは今だいぶ暗くなってきました今は源さんと道を交代して私が前、源ちゃんが後ろで、ちょっとバテてるね。よいしょ、青梅街道、あれ今まで青梅街道だったんだ。青梅街道から立川通りに入りました。ここをもうまっすぐひたすら行くと立川だって。今ね5時8分10分ぐらいだからあと1時間ちょいで立川かな。なんかここもゲイさんが自転車で立川に向かうまで歩いてじゃない走ってた道だそうで、懐かしの道。ゲイさんありとあらゆるところを自転車で行きましたか。まあ、福島まで自転車でちょっと想像を超える答えやめてもらえますそうだね、徳島までも行った。ママチャリで新宿とかのなんか働いてたところも自転車で行ってたんでしょ。そうだね、2時間ぐらい。あ、結構ここら辺まだ凍ってんじゃない、うん、気をつけよう。ね、危ないすごいね、ほんとなんか大抵の場所を歩いたり自転車で行ったりしてるんでしょ。アウトドア派なんだアウトドア派なピアニスト、ね、なんか私たち一応ピアノ弾いたり歌ったりしてる人だけど、うん、時々アスリートになるんだよね。まあね、まあ、アスリートってほどのものじゃないけど、まあ第一で、あ、第一に気を浴びる。そうだね。なんかでも、ね、なんかそういう時間がさ、うん、なんかその、なんていうの、指動かさない分、うん、なんかその指の動きは、うん、劣るかもしれないけど。うん、なんかすごいその豊かになるんだ ね、まあ、だね、音が。そうだね、なんか歌も歩いてある程度の荷物背負ってずっと歩いてるとやっぱあの歩いてる筋肉っていうのが歌筋になるから、すんごいこう自分が今まで
出てない声とかがカーンって出たりとかするのよね。だからこういう歩いなんだろう、一見音楽に全く関係なさそうな時間って、うん、ものすごい関係してるよね。まあね、筋肉的にも心的にもものすごい関係してて大切な時間ですね。隠し撮りだ。私たちは今ですね、24時間ジムという合言葉を、思い出した時にいつでもお腹引っ込まして腹筋キュッと引き締めて歩くっつうの。でもすぐ忘れるんですよ。だからお互い思い出した時に24時間ジムしてますかって言って、あーっつってパパラッチやっております。おや、ここはおや、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 まさか、そんな、そんなまさかそんなまさか、あついちゃった、ついちゃった。エスカレーターを拒否してね、そう、階段をわざわざ、わざわざ階段登ります。なんて偉いんだ私たちはこんな階段の映像がどうでもいい。あ、まさか腰の痛みを押して階段、はい、あれここまで来てエスカレーター乗ったらちょっとエスカレーター拒否したからね、拒否しました。ああ、はい、着きましたね。何キロぐらい今日？今日多分20キロぐらい遠回りの方で来たから、そうだね、家から、うん、20何キロか、最寄り駅とか、うん、最寄り駅から、家まで、うん、はい、とかいうのも入れて含めて、うん、20キロちょいとかかな。ああ、だからね。もうちょっとしてるから、ね。もうちょっと行ってる。うん。もうちょっと行ってる。でもね、なんとここはゴールじゃないんですね。そう。ゴールは山梨県の竜王ラドン温泉。まだまだ先だ。まだまだ先です。あと80キロぐらいありますからね。じゃあ次回は月末にね、はい、明日はちょっと天気が悪そうだから、月末に、次は高尾まで。はい。行きましょう。頑張りましょう。はい。では。お疲れ様。ではでは。ありがとう。心は一つ。